こんにちは。大通りの鎌田でございます。いよいよ北東北も寒くなりましたし、今日は雪も降って足元も悪いし、お集まりのことにかなり響くなと思ってもヒヤヒヤでございますが、よくぞ集まっていただきましてありがとうございます。で早速今日は155回目になります。詳しくご紹介しますけれども、室月純先生に来ていただきました。今日はこんな感じです。僕が今こう2人にいる野菜とホグネルシステムの話だとか、ダイエット&エクササイズというテーマについて、で室月先生のご講演を私の勝手で前半後半に分けさせていただいて、で真ん中にこれ大変なお祝い事なんですけど、子育てットの両川さん来ていただいてますけれども、いろいろ面白い話があるかと。でそれは結果的に、今我々やはり僕は多分できないんですけど、ゆりかごから墓場までという話になってくると、そのやはり赤ちゃん子供たちどう育てるかというような、これも重大な話かと思うので、室月先生と両川先生は今日結婚させる予定でございました。さっきちょっと見合いしました。でそんなことを経て、まとめさせていただきたいと思います。さて今日はね、後で詳しく言いますけど、エンターテインメント最近やってますけども、その話としてはいつもね、後ろでさあ、みんな後ろ見てください。野菜がありますね、エースファンも。で僕はねちょっと不満を言いながら、もっと売らねばならぬということで、今日は僕もどっさり買ってくる予定だし、買っていただきますしね、通信販売、なおかつ宅配もしますから、お母さんね。だからそういうことで渡辺さんからやりますけど、今日もしつこく僕は言うけど、そのチラシも配られているので、電話一発ね、一本ということです。これ後で紹介します。それから僕もトレーニング週に1回やってますけど、僕のインストラクターで、ね、天川聖也さんが来ておられますので、その実務をちょっと時間を取りたいと思います。さて、我々のふるさと岩手県というのは、今日も室月先生は全くの根っからの暴力会社であります。空気も水もご飯も、酒もうまいと、人は素朴で親切である、そうでない人もいると、季節ははっきりしていて、野山、海山、あとその今日の一つの我々がいつも思っている素晴らしい食材の宝庫とか温泉も多く、多分岩手医大や中央病院などを含め、医療はちゃんとしている地域であろうかと、我々もそれに追従して頑張りたいということで、正しい人間が住むべきところであります。さて、まず一人目、今日は戦国焼き鳥秀吉っていうのちょっとみんなえって思うかもしれませんけど、僕はやっぱり大通りに身も心も捧げておりますので、大通りの秀吉はですね、僕はよく入り浸っておりますが、2丁目の最もいかがわしいところにございます。大通り本陣、これはちなみに、えのきとですね、ベーコンにくるんですね。これが有名な軟骨、包丁チャカ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 入れて手が込んだ軟骨、これはでっかい牛タンのステーキ、ちょっと高いです。ネギマ、あとこれはアスパラのベーコン巻きという代表的な蒲田が好きな5種類 で、そこの焼き鳥秀吉 の社長令嬢、社長令嬢がいろいろ自分の生い立ちの中でやはり食に関連した仕事をしたいということで、豊かな、これ見えない、豊かな自然の中で育った岩手県のおいしい食材を全国にお届けするというのがもともとのこの岩手 S ファーム、ね、でここ岩手 S ファームはホームページなど見ていただくとよくわかるんですけど、そうじゃなくてもこの電話ね、それで今日紙に渡してあるので、これぜひうちに持って帰って友達にも合わすということ で今月の野菜セットっていうのを宅配します。今後ろにもありますけど、これはブロッコリーのスティックですね、これカルマイン、
あ、盛岡で、人参は軽前と、ほうれん草は盛岡、あとごぼうのスティックはどこ、あとキャベツというのは後ろにあります。でさらに言えばリンゴも、リンゴとキで、あの渡辺理沙さんはあのそんなわけで、あのいわゆるあの山ガール でもあり、ネイチャーガールでもあり、あので実はその宮田恵先生なども含めて、その 今我々が取り組んでいる、あの前この間言いました伊藤勝康シェフと、ね、そういう岩手の 食材と、調理をする人間と我々医者と、そういうことの関連を、まあ、いろいろ模索している中で、あの渡辺理沙さんはどうしてもあの必要不可欠な人材であります。ちょっと一言ご紹介つかりました。渡辺と申します。今日はありがとうございます。こんな風に紹介していただくとは思わなかったのですごいびっくりしてるんですけれども、私が東京に行った時にやはり、まあ、中から話してるかもしれないんですけど、やはり岩手の先ほど挙がったような素晴らしいところを改めて知って、これやっぱり発信しなきゃもったいないな、自分が東京に行った時もなかなか手にできなかったものがあるので、もったいないと思って、6年前に帰ってきて今の事業を、まあ、会社の中でやらせてもらっている状態なんですけれども、あの先ほど宮田先生の話出てきましたけれども、やはり宮田先生はその一番食を大事にすることで健康そして美しくあるっていうのを発信してるんですけれども、その条件としてやはりなるべく近いところで取れたもので、取れてから時間も短いもの、あとやはり農薬だとか化学肥料なるべく使わないものを食べていくことで健康が保たれていくんだということを言ってるんですけど、まさに本当岩手盛岡っていうのはそれができる場所だなというふうには思ってますので、今日もですね持ってきてるものは今朝取ってきたものです。で農薬全く使ってません。でこれを多分東京で売ろうものならば多分今の値段の3倍4倍は普通につくようなものですけれども、今日は3個買えば1つ100円で買えちゃうというかなりお得な値段設定にはしてるんですけれども、あの本当に岩手はすごく豊かで、美味しい食材があって、やっぱそれを食べ続けることで、私たちも健康になれるし、でそれがまた生産者が続けられる環境も続けると思うので、これからも取り組んでいきたいと思います。ぜひ今日はあの何か買っていただければありがたいです。ありがとうございます。拍手お願いします。健康教室さんの、まあ、来年も含めてですね、僕はあのよりそのダイエット&エクササイズを中心にもうちょっとあの、かつてあのザ・グレート・サスケがあの道のプロレスを岩手県に持ってきましたが、あのそれに負けないルチャリブレ、道のく、まあ、なんていうか医療プロレスというか、あの僕は、ね、もうちょっとそういう気についに なりました。ついにだから僕は何でもするし、あの何でもするということで、あのもっともっとコマーシャルをします。ぜひよろしくお願いします。さて次、それで食べるということでちょっと僕からあのモスビルの室伏先生、モスビルって分からないでしょ、うん、あのその答えが分かってました、ね、モスビルって昔の大英があった場所があるんですよ。そこにあの今あるあのビルができてますけど、まあ、そこであの毎月アンチエイジングランチっていうのはうちの会員健康教室においての方々などに好評で、今はあの11月は豆乳のフレンチトーストでやれということでシェフにお願いしてあのやっております。あの1日 10食の限定で、もう12時過ぎるともう大体シャットアウトになっていて、もうちょっと増やせないかということをしております。 こういうプレートなもんだからやっぱりこれは少ないぞとなって、やっぱりあの量が少ないので、まあ、カロリー600キロカロリーしてますので、やはりアンチエイジングになってしまう。というわけで足りないので、あの2丁目に戻ってきて柳屋でラーメンを食べる、ね、なってしまう。それで柳屋であの僕があの最もうまいと思ってるのはカレー納豆ラーメンってやつなんですよ。これはあの柳屋の会長、あのこの人ですけど、柳屋の会長がまあ、禁じてのカレーを、まあ、ある時からカレーのスパイスでやっていて、それにキムチ納豆の納豆が入っているということですね。そこに近年、ここに、まあ、あの市販されているレアチーズをあの今柳屋用に特製にしたものを乗っけている
タイプ、あ、ちょっと間違えた、乗っけてね、これがないタイプのそのカレー納豆ラーメンっていうのがあるんですけど、ある時僕があの疲れ切ってその沢井書店の3階に行ったら、あのご夫妻が、あの僕はアトム先生って言われてるんですけど、アトム先生ちょっと、ま、体か疲れてるんで参ってんじゃないのって言って、会長があのちょっとチーズのせるべって話になりまして、じゃあ僕は生卵を乗せてくれって頼んで、あの生卵を乗せてレアチーズを乗せて、これ僕が好きなんですけど、あの糸唐辛子って言って、これ散々食べると美味しいんですよ。そういうお願いをしたところ、こういうラーメンがその日開発されました。で後にこれ僕がこの時にこの名前はごくまろって僕が名前つけたんですけど、ごくまろじゃないんですよ、ごくまろという名前をつけたところ、今最大のヒット作品になっています。あの非常にあのなんていうか単価は高いんです、高いものなんだけれども、それを抑えて出していただいて、ということで食べてばかりもいられませんので、あのナチュラルで運動します、ね、これはあの金メダリスト、あのご存知、ここでも健康教室もいました三方隆一、アルベルビルオリンピックですけど、あの、まあ、三方さんも来ていただいたりして、このナチュラルでマンパック、ナチュラル自体も昔 の, あのお父さんたちが不良した可愛いビルの3階ですけど、で、ホームレールシステムということで、これがあの今それの一つ7台のうちの一つで、これしか持ってこれないね。もうで、あの僕は今カーストレーニングを火曜日の昼に急いで行って、で金曜日か木曜日ぐらいにはここで天下聖也さんにあのホームレールを指導されているというシステムでございます。ちょっと今天下聖也があのトレーナー兼社長からここでご挨拶。ありがとうございます、ナチュラルの天下と言います、よろしくお願いします。まあ、何回もあのこちらの方には、来ていろんなことを喋らせてもらってるんですけど、一番ですね、皆松様にあの伝えたいのがですね、できるだけ、まあそうですね、楽にというか、そんなに無理せず、効率的に健康になりませんかということを言いたいです。で、あのフィットネスジムっていうと、どうしてもこう重いものをガチ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 やるようなイメージもありますし、筋力アップするっていうのもすごく大切なことです。でも、筋力アップする前に、実は今持ってる体を、もう少し使えるようにしませんかっていうことを提案してます。例えば、まあ、簡単に言うとどういうことかっていうと、あの肩甲骨と骨盤との可動域を広げる、ストレッチしたりとかいろんなことをやって可動域を広げると、姿勢が良くなります。で、姿勢が良くなると、今まで姿勢が悪かったところで動いているよりは動きが良くなります。体の動きが良くなります。で、体の動きが良くなると、例えば筋肉がこうポンプ作用になって、血の巡りが良くなったり、そうすると老廃物が出たり代謝が良くなったりということにつながってきます。なので、よくアスリートの方も来てるんですけど、アスリートの方にはこう言います。今例えば皆さんがやってるトレーニングっていろいろあると思う、それは素晴らしいと思いますが、多分今使われてるその自分の持ってる筋力だったり能力だったりっていうのは 60% から 70% ぐらいしか使われてないかもしれませんって言います。で、それをできるだけ、例えば今持ってる自分の筋力とそれを可動域を広げてあげることで80から 90% にしてあげるとすごく変わるんじゃないですかっていうことをアスリートの人には言います。で、普通の人には、例えば今さっき言ったようなことをやると、姿勢が良くなったりするので、例えば肩こりが少し良くなったりとか、腰痛が、緩和されたりとか、あと最近あったのがですね、うちに来てもまだ2ヶ月の方なんですけども、それがそんなにお年は召してない、多分50歳ぐらいだと思うんですけど、首と背中が痛くて仰向けで寝れなかったんですって、5年間で。その人が、来ていただいて、それは言わなかったんです、ただ肩こりですって言ってきたんで、まあ、普通に当たりますけど普通にやります。そしたらその方がこの前ですね、実は言ってなかったんだけど、この前仰向けで寝れましたって言って、あ、そうなんですか、よかったですねっていう話なんですが、そういう方もいます。なので、まあ、健康っていうか、そうですね、今持ってる体をもう少しこう使えるようにして、でちゃんと動くようにすればもっと楽になりませんかっていうことです。で、それを使うにはどうしてもそのちょっとした機械を使わなきゃいけない。で、効率的にっていうのがその機械を使いたいっていうことなんですね。で、それで持ってきたのがこういうものなんですけども、まあ、
店にあるのは、ジムにあるのは、まあ、7つぐらいあるんですが、これをだいたいやってもらうと、最初ゆっくり例えばついてやっても30分から40分ぐらいですよ。慣れてくると20分でできちゃいますというのを、例えば1週間に2回ぐらいやるとかなり効果が出てくるというのが、現実がありますので、まあ、そういうのをぜひ、まあ、先生にもやってもらってるんですけど、こういうのやりませんかということです。で、簡単な1個だけ簡単なこう実はこうですっていうのを一つだけ言いたいのがあるんですけど、よく、まあ、やってるのは簡単です。ストレッチです。動的ストレッチなんですけども、ストレッチは皆さんやってるよっていう方いっぱいいると思うんですが、普通にですね、今度お家に帰ってちょっと文字やれたってやってみてもらいたいんですけど、まっすぐこう手を上げるんですね。 できるだけ背筋はまっすぐ伸ばして、あんまり曲げないようにしていただいて、手をそのまま上にギュッと上げます。でそれをできるだけ後ろに行けるようにこうグーッとやってみるんですけど、それで大体この辺ぐらいまでいったなっていうのをちょっと鏡に映してもらって見ていただいてから、何でもいいです。こんなゴムのやつでいいです。でゴムを、こう持たないでこういうふうに引っ掛けるような感じにして、どんなゴムでも結構ですから、こういうふうに引っ掛けるような感じにしていただいて、そのまま後ろに行ってください。そうすると自分でこうやってるよりも絶対に後ろに行きます。どんな方でも間違いなくです。でこれは要は自分で頑張って伸ばしてもどうしても限界があるんですね。というのは筋肉には、まあ、インナーマッスルとかアウターマッスルってよく言うんですけど、骨に近い筋肉と外側 の皮膚に近い筋肉とつながってるんですけども、何かで頑張って自分でやろうと力を入れてしまうと外側の筋肉がいっぱい使われるので、中の筋肉使われないのでちょっと硬くなっちゃうんですね。そうすると限界になるんですよ、ここまでがっていう。でもそれをこういうゴムだったりとかでちょっと持っちゃダメです。持つと同じように硬くなっちゃうので引っ掛ける感じにしていただいてやると、外側の筋肉ってそんなに使われなくて中の筋肉を使おうとするから結構外側でもいく。これだけで可動域って実は広がってるんです。で可動域を広げるってことは中の筋肉を柔らかくするっていうことなので、それをできるだけ効率にやろうっていうのがこういうマシンを使った動きです。でできれば今日はすごく長く言わせてもらったんですけど、こういうのを皆さんのところにチラシ配らせてもらっているので、ぜひこれお持ちください。でお持ちいただいて来ていただければ、3回無料体験してもらって、で本当にいいの、まずやってみなきゃ分かんない、そのどれだと思う。なので一応これ持ってきてもらって1回やっていただいて、ちょっと効果を確認していただいてっていう感じで、あとはもし入っていただける場合はその踊り健康教室ですって言ってもらったり、こういうの持ってきてもらったりすれば、すごく特典付きの価格で入れるのでよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。これは肩甲骨のストレッチがとてもいいんですけど、本当は今実技をと思いましたけど、後ろに下ろして合間にどうぞやってみることにしましょうですね。天川先生でした。それでこの電話番号はこのチラシにもありますので、どうぞよろしくお願いします。今例えば中央の人たち、まあ、いわゆる東京とかだと、いわゆる銀座でもなんでもホームレールは割とそのなんていうかな、グレードが高いというか本当に認知されてるんですよ。岩手県はまだ初めてですから、要するにまあ、いわゆる立派なその腰の高いようなビルなどで東京ではよくやっていて、そこの OL とかがスーツのまま行って30分あまり汗をかきませんから体をほぐして次に行くという、まあ、おしゃれなやり方をするなのに、あまり生かされていない盛岡の現実はそういうことです。ですからアナウンスしました。さて、ということで頑張ろう岩手。僕らは研修が終わって心臓の医局でこれこそ自分の仕事と決めた時から、当時のボスが岩手県で心筋梗塞になろうとね、まあ、今でいう AED などの問題を含め、温泉行くなら岩手に行って岩手で心筋梗塞になりましょうというキャンペーンを張りました。それに見事に洗脳されて今日に至ってしまいました。さて、今日は室月先生の前説が長くてすみません、もう終わりますから、その室月先生の話が前後半になっているという話をしましたけれども、
間にその認定 NPO 法人となった岩手コスタントネットの、今日は封筒の中にこれが入っていたと思いますけど、最新号 の NPO 認定法人になったという決意表明ニュースレターが入っております。これなど見ていただくと大変なもんだなと多分思うと思います。でここにちょっと地図ありますけど、何せ大通りですから2丁目、僕のクリニックはここらにあるわけですね。で上田ビルの3階に事務所が終わりです。こう大自然の中でものをやるということやら、ここで子どもたちを集ってお預かりしてやるとか、僕の理解だと、今両川泉先生がおいでですけれども、後でごちゃんとご挨拶していただきますが、この子育てネットの、現副理事長現事務局長と、理事長は南大通りの村井君一産婦人科医院の院長先生であります。僕の理解ですと、その子どもを置いていかないと働けないようなお母さんなど の、子作りじゃねえや子育てを子作りじゃねえ子育てを支援するというそういうところから始まったという理解なんですが、それがものすごい地道な努力で多分肥大化していったと。それから我々のどうしても欠かせないその震災のいろんな余波の中などでも役割があったんだろうと思います。今までの苦労話やら今後の展望の話を、今日は室月先生との結婚話も含めて無理やりお呼びしました。先生のご挨拶の後で。さて、大通りでご教室はこんなです。で今日初めての方もおられると思いますけれど、もともとは診療時間外の集団指導として2002年から始めます。月1回、震災の時以外は外れないで毎回やっております。この模様はネットで配信もされるようにしてますし、DVD において、ものすごく美しく見えるというものでもないかもしれませんが、聞けばちゃんと内容を理解、今後ろにあそこで撮ってます、ここで撮っておりますので、それを大通り四つ葉薬局で貸し出しもしている。そもそもネットで今リアルタイムで放送されています。ちょっと私一言、教室の参加は自由参加が旨ですので、元来厳しい心臓病、心不全のあるような患者さんにここに来てもらいたいんですけれども、実にそういう方の参加は乏しい、叶いません、そうかもしれない。たまには出てけろって僕が言うと、いや俺は先生に見てもらってるからいいだろうって、ここ来るわけでございますけれど、動機づけのためにさらなる工夫が必要かなと思っています。ともあれ私のような何をやってもダメな男がくじけないでやれたのは教室のおかげで、2年ぐらい前にハッと思ったら、僕はこの大通り教室によって助けられている自分がいるんだなと思ったのが、ある日びっくりしました。で今日も室月先生は薬局の杉浦学ぶ 薬局長と、僕らは中学校の同級生なんです。付属中学校の3年でよく見てやったんです。同級生で、そういう友人やら先輩やらにこの教室に参画していただいて、つまり、室月先生ほどの方がもちろん御用家人だから今日は実家に泊まるそうで来ましたけど、とてもお呼び、簡単にお呼びできるようなものではないのですが、無理をして来ていただけて、だんだんこの教室にも歴史と伝統みたいなのにかなとは思っております。これは森場タイムス買ってください。5番も出ております。今うちの娘が美術系の大学に進学すべく今勉強してますが、絵うまいんですよ。親の中でよく見ていると、でちょっとこういう世界でいずれはジブリみたいなのを やったらいいんじゃないかと思いますけど、すみません。ということで、来月は13日は私の医局同門の森野教授に、吉弘教授に心臓治療の最前線ということで、今年はこれで締めくくるつもりであります。大変長くなりました。さて、本日の演者のご紹介でございます。宮城県立子ども病院の産婦人産婦人もつく
産科の部長さんです。で一方東北大学 の、 対人学分野の教授でもあります。たくさんの学会の第二位評議をされているのは当然です。50年に地方を出られて東北大学を卒業されております。研修医は山形県立中央病院でされています。まあ、東北大学のその一局でカナダへの留学などもして、その後東北大学やいくつかの病院で研鑽を積まれていると。平成14年からは国立仙台を皮切りに岩手大の医学部の講師もされたことがございます。順天堂に行ったりで、仙台東北大学に戻られてからは准教授になって、現職の宮城県立子ども病院で部長をされながら、平成22年からは今日の多分テーマになるのですけれど、大学医学研究科の先進発達医学講座の対人学分野ということで活躍されている、多分この分野の本邦の、ナンバーワン の、 トップの方だろうと思います。いろいろ資格はございます。ですから専門は周産期学や胎児診断学、人類遺伝学ということです。ということで、今日は多分天気はこの辺りは厳しいなとは思いながら、雪を降らないでくれと思いながら待ちておりました。安心して出産を迎えるためにということで、新型出生前診断というものがどういう意味合いを持っているのかということを室築淳先生にお声いただきたいと思います。どうぞ拍手を。改めてもう一度拍手でよろしくお願いします。今ちょっと夜行があって、東京から筑波に行ってきて、今もこちらに来たんですけれども、やっぱりちょっと舐めてましたね、寒いですね、雪中雨中降ってて、で、なんか最近ですね、結構昔からですが、すぐ私は収納するんですよ。それでは西風のスーツの旨味を忘れて、青山に行って帰りなさいって言ったんですけど、東京の前は、コートも忘れるって形で、もうどうするかっていうと、迷った時には危険がないということにしました。で今回もちょっと、関東に行って盛岡に来るからどうしようかな、ちょっとあってもいいかなと思ったんだけど、迷ったら危険がないと思ってこれで来たんですけども、ちょっと今日夜どうなるか失敗しました。今ご紹介いただいたんですけども、鎌田先生は芸先生と鎌田先生って私初めてなんですよ。っていうのは、多分大学時代に会って30年近く会ってなくて初めて、なんです。でもですね、ちょっと言ってた通り、Facebook って分かります？あれ私、震災をきっかけに結構やるようになったんです。震災の最中も結構発信しましたし、あれで結構で全国の仲間に支援とか呼びかけて現地に人もらった。それで、つながって、でそういうふうにやってるとね、本当に30年も4年も長い友人とかが、なんかいつもすぐそばにいるようになってね、今回声かけていただいたのも、それがきっかけなのかなっていうような気がします。あまりこういう話を、一般の方々に分かりやすく話するっていう、あまり経験が少なくて、それはなんかもちょっと難しい言葉が出てくるかもしれませんが、こういう場ですので、食べて最低に声かけていただいたりしても全然構いませんので、遠慮しないでやってください。この新型出生前診断っていうのは、新聞とかテレビとかでかなり報道されているので、あんまりちょっとだけ聞いたことある方は多いと思うんです。これに対する意識というのはやっぱり地域によって違うんですよね。それから例えば東京だと分娩で100万以上かかる病院、御三家と聖路加と聖路加病院と愛久病院と忘れたけども、分娩費用はね、100万とか120万とかにかかる場合があります。そういうところの妊婦さんというのはやっぱり結構年齢層も高い、それだけ経済的に。
そういうところってのはものすごいですね。どの業界でも検索になる。でも、やっぱりこう、なんですかね、地方とかに行くと、そういう病院もないし、あまりそういう妊婦さんも若い人が多い、あんまり思考がないという形で、まあ、そういうところで同期の方にどういうふうなお話するかは、やっぱり変わってくるんです。実は農業家は岩手以内でやってるんですよ。農業家、全国で40箇所ぐらいで、関東とか大阪に偏ってるんですけれども、でも農業家でやった、岩手以内でやってます。じゃあ、ちょっとやります。まあ、紹介は。自己紹介も私、写真も自己紹介も全然送ってないのに、インターネットで全部拾って、作ったんですよね。ご挨拶していただいてもね。そうなんですよ。で、まあ、ちょっと最初に硬い話になったんですけど、この検査の呼び方なんですね。新聞では新型出生前診断、新型出生前診断っていうのは、我らは出生前診断っていうんですけど、まあ、こういうのを呼び方が正しいのかし、出生前っていうのはなんか流行呼びじゃないよ、流行呼びみたいな感じを説明していくわけですけども、まあ、それはいいんですけれども、新型とか新出生前診断っていう言い方が多いんですけれども、実はですね、もうすぐ、本当に数年以内には、また新しいタイプの出生前診断が入ってくると思います。その話をすると長くなるんで、今はあまり触れないんですけども、ですから、新型があっという間に旧型になってしまいます。まあ、一般的には、NIPT って言われることが多いんですけれども、それは英語の略で、日本に訳すと、無侵襲的出生前異変学的検査というのが答えです。それから、母体血性フリー DNA 胎児染色体検査、これも硬いんですけど、これは、ちょっとアカデミックな論文なんかに書くやり方です。セルフリーっていうのは日本に訳せないんですけれども、まあ、細胞の外に細胞が壊れて出てる遺伝子だっていう意味なんですけれども、それから母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査、これは日本産婦人科学会とか医師会が一般に文章で出した呼び方なんですね。呼び方っていうか名前っていうよりは単純説明なんですけれども、いうふうに分かるように、まだなかなか特な落ち着いた名称すら決まってないんですが、まあ言ってみれば、結局お母さんの血液を取って、それで胎児の染色体の診断をしましょうっていうことになります。多分、ちょっとこんな感じで名前が落ち着いてくるんじゃないかなと思います。で、さっき言ったように、東北地方では予定ないと、年間届けに2カ所です。去年の4月に検査が始まったときに、全国15施設が認定というか始めて、その中に予定が入っていたんですけれども、今、42施設、さらにこの間、2施設ぐらいなんか参加するようになったので、44だと思うんですけれども、いまだに国庁区の2カ所だけなんですね。ですから、うちは宮城県だけじゃなくて、山形と福島、それから県南の方とか、でちょっとですね、なかなか予約が取れない状況で、申し込んで今5週間待ちぐらいですね、あんまりぼやぼやしてると、困ってしまうみたいな感じなんですね。まあ、結論というか、状況なんですが、まあ、うちでは毎週火曜日にこの外来をやってます。毎週火曜日は朝から夕方までずっとやってます。自由な。で、結構電話がかかってきて、個人の方から電話がかかってきて、受けたいんですけども、予約取るためにどうしたらいいですかとか、申し込みとか問い合わせがあるんですけれども、やっぱりこれは医療としてやってますので、今かかってる、僕の結論になっちゃうんですけども、産婦人科の先生とよく相談して、例えばね、不安があると思うんです。私、10歳超えてたんですけども、っていうふうな、あれがあったときには、今かかってる産婦人科の先生と、相談していただいて、その中でもし、あ、この検査というのが、なんていうか、意味があるんじゃないかっていうようなことになったら、その先生を通して、申し込んでいただく。例えば、がんの疑いが、ね、検査して、許可もしないときに、自分で電話して問い合わせて連絡っていうのは、あんましないですよね。病院と先生が、ちゃんときちんとね、医療機関に紹介して、予約を取ってっていうのが、それと思うんです。それと同じだと思います。で、結果は2週間も
アメリカでやる検査も、ね、採決すると、ついに航空機がアメリカに来られて、サンディエゴの島田に行ってきました。ちょっと、たまたま学会に行くことがあったんで、近くの人に申し込むけど、まあ、やったら、見学 OK で、見学に行ったんですけど、費用が、22万弱かかります。医療費用が検査です。だから、検査自体が、検査が良い悪いというのは別として、こういう費用に見合っただけの意味があるかどうかっていうのは非常に問題です。私なんか見るとですね、こんな高いんですけども、ほとんど我々取り組んないんですよ、取り組んでやるんですけど、ほとんど全部アメリカに送りますから、これね、年間何千人という人が多いですね。まるまる持っていかれてますから、ちょっと、ことは日本とっていいのかなっていうことがあるんですけどね。それはまた前半に関しては、まあ、基本的に検査のことが何なのかどうなのかということを話して、まあ、後半に分けるということだったので、後半をずっとその意味について考えてみたいと思います。前半ちょっと少しこういう、婚姻状になっちゃいますけれども、検査は、欧米なんかは今非常に広い範囲にわたってなせるようになってきています。それからアメリカなんかは保険が効きます。アメリカというのはご存じの通り医療保険が民間保険の中心ですね。まあオバマケアでしたっけかって変わってきてますけど、民間保険が中心なんですね。でもカバーしてるんですよ。それは民間保険会社から見るとこの検査をして、まあ、そういう虐待の病気の子どもが点滴して少なくなると医療費全体が縮小するっていうような意味があるんで、検査手をカバーしてるんですね。まあ、それはまた別としてですね。日本においては、条件は、まあ、35歳以上のいわゆる高齢妊娠と言われる方、あるいは大の子供さんとか、しかし親族に一つが虐待病気になる方、それから3番目に超音波とかで赤ちゃんを見て、それはもしかするとそういう染色体の病気のリスクが高い、それがあるっていうような、その3つのゼルカです。でもこれは逆に言うとですね、35歳以上は受けた方がいいとかね、受けるべきだって言ってるんじゃないのね。逆に35歳未満の方は希望しても絶対しませんっていうような条件なんですね。っていうふうなことです。で検査は、さっき言ったようにお話しして、まあ、いろいろ相談して同意書をいただければ、ご神経書に来ていただくことが絶対なんですけど、同意書をいただければ、その日に採決をして、さっき言ったように、次にはもう航空機で送られる。結果はですね、最近は非常にいろいろシステムの方も良くなってきたというのは、スムーズになってきて、まだ3週間かかったんですけど、今2週間後に大体結果を差し上げます。結果はですね、陰性っていう結果、陽性っていう結果、判定保留っていうのが3つできます。どういうことか。例えば、その短縮公務に関して、陰性です、あんたは陰性です、あんたは陽性です、判定保留ですって結果です。結局ですね、がん検診と同じなんです。多分子宮がん検診とかね、乳がん検診とか、まあ、いろいろありますよね。がん検診で、例えば受けて、あなたは陰性ですとかね、あなたは大丈夫ですって結果くれば、まあ、大抵大丈夫ですよね。がん検診で陰性と出ながらがんがあったら、これは結構問題になりますので、かなりの精度で、もちろん例外あるんですけども、がん検診で OK であれば大丈夫。逆に、がん検診で陽性ですとかね、陽性検です、あるいは医療機関の精密検査を受けてくださいっていう通知が来たときには、実際に検査して、本当にがんでね、治療が必要だ、手術しましょうとか、治療が必要だという方は、大体1割か2割ぐらいですよね。まあ、子宮がん検診ですけどね。あとの方の、まあ、半分ぐらいは、異形成とかってね、まあ、がんと正常の中間ぐらいで、また半年後に見ましょうとか、またやりましょうということです。残りの半分は、正常、平常だとか、まあ、そういう形で変化が。まあ、がん検診ってそういうような形で作られてるんですけども、その検査もそうなんです。
陰性って出れば、なんなら陰性ですよって言えば 99.9% 以上は大丈夫です。大丈夫っていうか、例えば男性陰性って言えば 99.9% 以上は大丈夫になりません。例外は1000万もありますけれども、1000人1人去年の数字は5000人1人ぐらいでした。逆に陽性、陽性となった場合はどうなのかというと、実は年齢によって少しずつ違ってくるんですね。35歳の方がこの検査を受けて、あとは陽性です、発症以降陽性ですと言われると、大体8割ぐらいは男性陽性。でも逆に言うと残り2割はそうでない。そのうち、普通の子供なんです。それから、40歳、38歳から40歳になると 90% ぐらいです。でも残り10、1割目は違います。そうすると、例えば、あなたは 90%、あなたの妊娠している子供が 90% ぐらい男性陽性ですって言った場合に、これは産むにしても産まないにしても決めがないわけですよね。ですから、この検査をして、もし陽性となった時には、必ずその後に陽性検査をして、きちんと診断することが、お約束っていうか、条件でやる検査になります。陽性検査も、あのちょっと今日はあまりしないんですが、陽性検査も、例えば、陽性検査を希望するという場合には、保険効きませんから10万円ぐらいかかる検査なんですね。ただ、今は、臨床研究ということでやってますので、その陽性になった方が陽性検査を受けましょうというふうにやりますといった場合の陽性検査にかかる費用は、また10万円、20万円あってね、また10万円といった場合は大変ですよね、これね。ですから、その臨床研究の研究費を負担しています。費用はかからない、かからないですよね、その中には含まれている。これをですね、どうしてそういう形でやってるかというと、必ずですね、中には22万かけて検査して陽性です。あとは9割ぐらい、そんな話があります。陽性検査します。10万払ってくださいって言うと、あ、じゃあいいです。もう手術しますっていう方が出てくるんですね。それは、やっぱり人的に非常に問題がある。っていう中で、それが、俺も非常にですね、社会的にこう、厳しい目でね、という気を受けてますし、議論しながら、多分、理科だけで言って、小児科の先生も含めて、あるいは年間の先生も含めてやってますので、そういうことは、してはいけないだろうと。とりあえずは、まず臨床研究という形でやって、そういうふうに、状況になっています。結局、カウンセリングっていうようなことが強調されてますけれども、一人一人はかなり丁寧に医療とかお話を聞いて、決めていくんですけれども、やっぱり正直言ってですね、言いたいかとか書いてはないんですね。言いたいという語弊があるんでしょうかね。妊娠しました。42歳です。例えばですよ、これ、例えばですけども、子供がね、4人、3人も読めて、例えば予想外の年ですよね。まあ、でもね、検査して、もし何もなかったら、産んでもいいかな。でも、もともとそれ欲しいと思わないというような、思ってなかったような方が相談に来た場合はですね、やっぱりもう、あとは 90% 以上は男性婚みたいで、そうしたら、あ、じゃあ、もう、今朝ね、今痛い思いして、怖い思いしてやったら、もう大丈夫かなという形で、中絶を選ぶ方もいるんですね。そういうことに関しては、私、最初からしっかりとお話しして、もし受けて、そうなった場合には、必ず、そこそ、お約束で、お約束っていうのは、絶対に出てやります。僕のことがありますからという説明するんですね。それでも、新聞報道で気になった方いらっしゃいますでしょうか。去年は2人ぐらい精密検査を受けないでそのまま手術したという方が出てくる。それに関して非常にこう新聞マスコミなんかからも、言われたかったんですけれども、でもですね、私もこう一人一人うちの施設ではないんですよ、全国なんですけれども、なんか検討して、やってるんですけど、なかなか難しいんですね。片方はなくなっちゃったんですよ、もう。予約取ってても、連絡取れなくなってきますね。で、どこにいたかわかんないですよ。どっかで多分手術したんですよ。もう一人の方は、紹介していただいた影の先生が、
がんとしてそんな必要ないよ、検査する必要ないというような形で結局に応じなかったという記憶なんですが、すいません。ですね、発端というか個人的な話なんですが、2010年人生の毎年だったんですが、たまたまアムステルダムの学会に行ったんですね。目的がちょっと別にあって、この私の専門の関係でこの先生に行事なんですけど、フライブルームというのなんですが、会いに行く、それのちょうど2タイミングにアムステルダムで国際出生前が診断学会みたいな学会があったんですね。それに出てですね、ちょっと私びっくりしたんですね。その学会ではもうトピックスというか話題の半分以上が検査なんですよ。検査のことは知ってました。一応そういう検査があって、いずれ将来実用化されるだろうというのが分かったんですが、もうですね、どこまで来てるのかっていうような感じで、この学会はですね、日本人が、数人しか行ってなかったんですね。で、その学会の、学会に、そういう検査会社がブースを出してね、ここでこれ設置してるみたいな感じでやってるんですね。で、そこにこのブースのところに行って話を聞いたら、2010年なんですけども、いや、来年にはアメリカでこの検査開始します、さらにその次の土地は日本でもやる予定です、もうやって代理店っていうかね、こういう委託してる会社決まってますって言って私協定したんですね。びっくりしました。全然日本ではね、そういう認識なかったんですよ。で、当然今の日本の状況でこの検査が勝手にっていうんですかね、始まったら大変なことになるなと思ったんですね。もう何ですか、何しろ非常に高額な検査ですから、やりたいっていうところは結構出てくるかもしれない。で、何よりも採血して結果を返すだけって考えれば、産婦人科医じゃなくたっていいんですよ。ここに言ってないですけどね、どっかのクリニック、耳鼻科とか皮膚科とか眼科とか、いや別に痛いはないですけどね、に妊婦さんがいて採血だけしてね、結果出ました、あとはこうでした、あとはどうぞお好きにしてくださいってなったら大変になりますよね。どうなんだろう。ただでさえ陽性検査の問題だとか、いろんなことを、あるいは母体血栓の赤とかね、いろんなことをディスカッションしながらここまで来たところに、そういうような状況があって、もうね、来年にはアメリカで、再来年は日本で始める予定ですとかってね、とかって、これは、ね、そうは一大事とかって思ったんですね。で、日本に帰ってきから、やっぱりそういうことを、断るごとにこうみんなにこう伝えたつもりなんですね。私インターネットホームページでも書いてるんですけど、そういうのが残ってるんですけど、でもですね、なかなかもう認識が浸透しないというか、この我々の業界の偉い先生方っていうのは分からないんですよ、この検査に関しての意味が。いろいろ言ってもですね、それから正直言うと、こういう遺伝だとか出生で診断っていうのは産婦人科の中で非常にマイナー分野というか、難しいし面倒だし倫理的な問題があっていろいろあるしっていう形で、あんまりみんなやりたがらないみたいなんですよね。やっても、大学なんかでは業績にならないっていうような感じで、ですから結構これはやばいな、どうしたらいいか。で、検査会社はやるっていうですね。でも、我々その学会に行った実は数人10人近くの人間っていうのがやっぱり同じような問題意識を感じて、何とかしなくちゃいけない。検査会社はですね、ジンテックっていうベンチャー企業なんですけど、やるってだけど、ちょっとやめてくれと、今やったらね、本当に社会的にね、そう不可になってね、必ず反応が来て、例えば禁止だとかね、あるかってなってしまうから、なんとかうまくそういう遺伝カウンセリングをやっているような人間が責任ある立場でできるように、どうせ止めようもないわけですからね。日本でできなかったってハワイに行ってやるとかね、血液だけに国会に送ってやるとかっていろいろあるわけですよね。という形で立ち上げたのが、よく新聞の中で自主的、
集団有識、まあそんな形の NIPT コンソーシアムっていうグループだったんですね。ところがこの記事、2012年8月29日に読売の一面にパーンと届かれたんですね。でもうお騒ぎになって、まあ、正直言うとですね、あの偉い先生方っていうのは新聞の一面に出てくるあの記事を見てね、あこれはこれそれだけあの重要な問題だなんだなって認識したんですね。自分で判断できないんですね。新聞が一面に取り上げてすぐテレビとかが追随して報道して、あそれだけの問題なんだっていうか、それで初めて、まあ、それで初めてそこで認識した。行政もそうです。厚労大臣はすぐに、まあ、数日もですけども、なんか記者会見に答えてくるは学会の方に任せるから責任持ってやってくれみたいな、あの、まあ、発言をして学会の方は結構乗せたんですね。でまあその後スタモン出して、まあ、半年ぐらいやってかなり厳しいいろんな条件をつけて認可したというのが、まあ、経緯です。私から見た経緯ですよ。上から見てるとなんかどっかのね、あの専門の人間がね勝手に囲い込んで、ね、始めようとしたのを、まあ、我々が、ね、公の立場でこういうふうにコントロールしたんだっていうような認識を持ってる説明みたいなんですけども、で去年の4月から始まりました。やっぱり始まる3月4月ぐらいは結構問い合わせとかがこう来て、どういうふうに紹介したらいいんでしょうかね、あるいは受けたいんだけどどうしたらいいかというのがもう病院の方にかなり来るので、とりあえずね私の方に電話を回してくれと対応するということで、最初半年間はもう結構それに忙殺されたという感じですね。でまあ、申し込みの半数以上は宮城県、残り半数は宮城県以外の東北県、それから東北以外っていうのも結構あります。関東の方、結局東京ではもうなかなか予約取れないからとこっていう方ができてる。最初ですね、ハワイに行ってハワイの病院で検査するなんていうツアーがね、比較されたくらいですから、それはもう医師会とかね、どうせもダメだっていう、ね、そういうなんですけど、ぐらいなんで、ハワイに行くらいだったら仙台とかもね、盛岡に行くなんていうことを来やすいとかっていう感じでかなり申し込みあったんですけども、最初はなるべく空いてれば受けたんですが、今はもう東北6県の方だけにしてます。それでもさっき言ったように5週間、今6週間もあったりしますよね、年末年始とか。それからマスコミからの問い合わせ、取材、申し込み件数、もう3月、4月っていうのはですね、結構電話が来たり、ワックス来たり、あんまり慣れてなくてね、なんか、ちょっとアイドルになった気分でね、マスコミに見かけられて、でもですね、面白いな、あっという間に寒くちゃうんですね、本当に、うん、もうやっぱりニュースバリューで、いろんなマスコミ方とお話しして、お世話勉強になるし、社会経験なんて話したんですけど、非常に前々から知ってて、関心があって、こうやってる方と、あそこのね、新聞とやってるから、うちもなんか書かなくちゃいけないって感じでね、ただ来る人といて、はっきり違うんですね。ですから、本当にこう話してて、この方はやっぱり必要に考えてくれてるし、でも、言うんですよ、かなりきついこと。でも、やってくれてる方は、今でもちょっと、近いというね、こうなんかあったりしてっていうことを言いますし、そうじゃない方っていうのも、やっぱり、まあ、医者というとね、皆さんイメージがあるんでしょうけども、我々のね、業界だといろんな人がいるわけですね、その国人もいるから、やっぱり同じなんですね、まあ、よくね、こう、新聞がどうだとか、マスコミだとかって言うんですけども、まあ、中は本当に人間できればいいですからね。これは、その読売が一面でスクープしたっていうのが、他の、マスコミを刺激してですね、もうスクープ合戦みたいなですね、本当に迷惑したんですが、5月に出た朝日新聞の一面記事ですね、1ヶ月でこうだったで、宮城県立高等病院18件ってあるんですね、実は私も知らなかった。5月になって数えてないんですよ、忙しいから、多分20件ぐらいかななんて思ってたんですけど、18件って出て、とかって数えたら18件なんですよ。
って誰がこれあの、ね、調べてやったのかなんて言わない謎ではないんですけど、検査会社ですよ多分。で、これあ、そうか、これ私話してる時からな、喋るんだけどいいのかな。あのちょっと誤解を解きたいんですけれども、まあ、あの染色体のことをある意味非常にデリケートなんですけれども、染色体の病気っていうと、まあ、遺伝っていうイメージがあるんですよね。ここに書いてあるんですけど、染色体、遺伝子、DNA って言われますけれども、なかなかあれこっちゃになる。まあ、あのDNA っていうのはよくアデニン、チミン、グアニン、シトシンとかっていうのが、まあ、4つのアルファベットがあって、まあ、それが1つ DNA 核酸ですよね。これが3つであのアミノ酸なんですけど、まあ、とりあえずこれは結構前だけなんですけども、こういうつながりがあって、それがタンパクをしていきたいとかね、何か機能したいという意味を持ってる。だからあのこういう1つ1つのDNA が文字だとすると、遺伝子っていうのはちょっと抽象的な概念なんですけど、その文字によって作られる意味とか、ね、言葉とかメッセージとかっていう、ね、遺伝子っていうのは一番最初遺伝子っていう概念があったんですよ。だってお父さんと子供もそう似てますよね。なんかそういう似てるものをね受け継ぐあの物質があるのか、それを遺伝子ってなってきたんですね。その後にあの遺伝子の正体としてその核酸っていうかね、 DNA がそれが二重らせんの構造を取ってる、ワトソン・クリックでノーベル賞を取ったんだよね。この染色体っていうのは、多分どっかで写真見たことありますよね。生物、僕も生物の許可書に出てきたりします。人間は、あと、46本ある。この一つ一つが、この DNA がね、ずっと繋がってるのが、凝集されて詰まってるわけなんですね。それが46個に分かれてる。遺伝子の数はですね、70億っていう、70億塩基対。それがもうざらっと ATG とか C とかなんだってこう詰まってるんですね。あのヒトゲノム計画っていうのが21世紀の初めに完結しましたけども、あれはその70億塩基対の人の遺伝子の配列を明らかにしよう、ほとんどが意味のないつながりなんですね。それを、まあ、ライブラリーっていうかね、あの調べよう。みんながね、こんなのに何ぞ億っていうか、研究学で言って何の意味があるんだって思ったんですよ。日本は、この21番の染色体の遺伝子配列を担当したんですね。ところが、ようやくあの時代になったのが分かったんですね。このお金のためだったんですよ。お金っていうか、その70億っていう塩基がつながっている、それを全て解読したからこそ、この新型修正で診断が可能になったわけですね。まあ、それ以外にも今、がんの診断とかいろんな形で応用され始めてます。その当時は分からなかった、一般の人はですね。そんなね、無駄なあのこういう読むのにね、お金かけて。どういうことかっていうとですね、その前にですね、その前に今言いました通り、人には、同じ染色体が22組あって、さらに男の子だと XY、女の子だと XX ですよね。なんで同じ染色体が2つあるかというと、これ話が分かりやすくて、1つはお父さんから、1つはお母さんから。だから子供っていうのは、ね、これ両親のそういう遺伝的なものに必須。で、例えばこれは XY ですから男の子ですけども、この子が大きくなって、まあ、結婚したり、また子供を作るという時はどうなるかというと、この46本の染色体が半分に分かれて23本になります。例えば1番が1本ずつ分かれ、2番が1本ずつ分かれ。半分の23本を持った精子ができる。相手の女性は同じ23本の卵子ができる。で、それが受精して子供ができるから、また子供は2人。ということをやってきます。染色体の病気っていうのは、まあ、一般的にはその染色体が1本多いとかね、2
言いますよね。それは遺伝するんじゃなくて、この46本の染色体が半分に分かれて遺伝する分裂っていうんですけども、その時に起こるトラブルなんですね。非常に多いです。だけどこれは、この21番目が2つ3つある。これは精子か卵子がうまく21番が2つ分かれて片方にいちゃったんですね。だから23本で24本の精子とか卵子、あるいは片方が22本の精子卵子、これって、ね、結構起こるんですよ。特に男性の方に異常が多い。年齢が高くなるなるほどそういう異常が起こりやすい。あら、こっちも異常が。私の年になるとほとんどが異常の精子だ。女性も年齢が上がっていく。ところがですね、なんで高齢妊娠って女性のことばっかり言うか、男性の高齢妊娠って言わないですよね。それはですね、やっぱり精子っていうのは一回何千万治ってこう出されるから、その中で受精して妊娠が成立するときは推定ものが選ばれるんですね。男性が年取ると異常精子ばっかりなんですけども、それは妊娠しづらいという形で出てきて、妊娠が成立するときには比較的正常の精子が受精すると。ただ女性というのは月に1個ずつしか排卵しませんので、女性の年齢によってそのさっき精子卵子を作るときの半分に分かれるときのトラブルが生じるんですけども、そのまま確立してしまう。だから女性の高齢妊娠と言われるんですね。で、さっき言ったように染色体っていうのは、まあ、遺伝子が集まりだと。染色体が遺伝子が、まあ、さっき言った言葉の意味だとかメッセージだとすると、あ、遺伝子ですね。染色体ってそれが集まった本だとかね、本当に食べられることもある。あるいは料理のレシピとか設計図とかということになります。ですから数が1本多かったり少なかったりするとほとんどが流産しちゃうんですね。数ができなくて、例えばこういう染色体が1本どっか足りない、すなわち不分離っていうか、精子卵子の異常が起きて1本足りない場合はこれ 100% 流産する。まあ、だいぶ話は簡単にしてるんですけども、設計図が足りなければかなりきちんといきませんよね。それから1本多い場合もほとんどが流産します。やはり余計な、まあ、両方が干渉し合ってうまくなったりできない。本当に妊娠初期に流産しちゃう。だから実は妊娠の6回か7回に1回ぐらい流産するって、それだけ頻度が高いです。だから我々が見てると子供さん2人3人って持ってる方って大抵間に流産する。それが本当に確率的なもんで、みんなね、私この間流産したよなんて言わないから知らないだけじゃなくて、本当に流産っていうのは結構よくある。ただ初めての妊娠した方が流産するとやっぱりショック受けるわけですね。それはそうですよね。それと、まあ、知らないものですからね。そういうことに見ておいても我々のこうケアっていうのが必要になってくるんですけども、処置が大事になってくるんですが、まあ、それは別の話ですけども、ただ、まあ、唯一の例外がですね、この21番の染色体が、それも1本少ないと流産しますけど、1本多いときっていうのは、ちょっと話が違ってきて、比較的元気に育って、大きく育って元気に生まれてくることが多い。なんでかっていうと、21番って、実はこの染色体の中で一番ちっちゃい染色体なんですね。そしてなおかつ本当に生きていくのに重要な遺伝子が比較的数が少ない、そんな遺伝子を持ってるんですけども、それがね、男性ホルモンなんです。だから反対側に見るとですね、男性ホルモンの子供っていうのはどこにこう染色体の病気が出てくるかっていうのは全くアトランダムに偶然生じるんですね。たまたまそれが21番にそれも1個足りないんじゃなくて多かった場合だけは、あ、ラッキーだ、生まれてきたっていうわけですね。だから男性ホルモンって逆に言うとね、ラッキーな子供なんですよね。まあ厳密に、いくつに厳密に言うと13番の染色体、それから18番の染色体がたまたま1本多い時も生きて生まれてくることがあります。ただ13番と18番っていうのは見て分かる通り結構大きい染色体なんで、ほとんどかなりの割合ですね、流産死産して生まれてくる。まして子供も一般的にはちょっと重い、一生懸命重い。ですから、生きて生まれてきた子供さんも、大学の3分以上の子供が1ヶ月で亡くなる。それから、
90% 子どもが1年以内に亡くなるというようなことがあります。最近はその医学が進歩して心臓の病気だとかね、いろんな病気に対して対応できるようになって、ちらほらこう長く生きる13番の染色体の病気とか18番の染色体の子どもも出てきてますけれども、残念なことでちょっとやっぱり遅れは目立って重いということがあります。ただ男性部分はやっぱり違うんですね。男性部分だからこういう病気があるって決まったものはないです。ないんですけれども、例えば心臓の病気っていうのは100人1人ぐらい持ってもらってくるんですね。小学校中学校のことを考えれば同級生にね、そういう同級生いたと思うんですよね。例えば心臓だとか聞こえとかね、手術したとか、まあ、そのタイプもあったの見学だとかね、100人1人ぐらいはあるんですね。でもダウン症候群っていうふうな接触が20番多いと、そういう確率がぐっと上がってくる。ダウン症候群の子どもの半数弱の子は何らかの心臓病気を持って生まれてきます。それから本人消化管奇形ってあるんですけど、これは消化管奇形っていうとなんか強烈しいんですが、十二指腸閉鎖ですね。十二指腸がちょっと下がってるんですね。昔は重症が下がっているとおっぱいを飲まなくてすぐ死んでしまった。これもですね、一般的には300人に1人ぐらい病気を持っているわけです。あ、そういうことも言います。男性部分だと 10% ちょっとこういった感じ。ところが、今はですね、重症閉鎖なんていうのは、もう一度すぐちょっとシュッと上げてね、つなぎ直したりすぐ治ります。10% 治ります。それから、男性部分の持っている心臓病気っていうのは、これもほとんど治るということです。もちろん手術が必要になる場合も多いんですけれども、心臓の病気にはね、敏感期までなんですけども、男性候群が合併する病気が治る病気が多いです。ですから、男性候群の子どもさんも今、平均寿命が大体50代から60代まで、ね、なってきている。なかなかこの辺のところはですね、後半にちょっとまたお話ししようと思うんですけれども、お説明とかいろいろあるんですが、男性候群の子どもの多くは、支援クラスを利用しながら地元の学校や特別支援学校に通っている。ただ中にはスポーツ芸術のさまざまな分野で活躍しているという。だから一言で男性群も非常に幅があってですね、子供があるっていうのはやっぱりその子供とオーバーラップしている部分がやっぱり優秀な人たちも、逆に言えばまあ当然、ね、やっぱり手がかかる支援が必要だ、ケアが必要だ、介護が必要だっていうような人たちもいることも間違いないんですが、まあ、今非常に男性部の子どもさん方の発達の特性が明らかになってきて、やっぱり例えば10歳で切って比べるとね、下がるかなと思うんですが、発達はゆっくり長く続きますので、男性部の子どもさんの、まあ、早期を利用するプログラムとかでだいぶ発達して、最近は大学でね、ちょっと上で自活してるとか、そういうのにもいるんですけど、餌なんですけど、そんな方も結構出てきてます。ちょっとこの話後でまた。検査の原因、さっき、ちょっと飛ばしたかなと思ったんですけども、ちょっと私も準備があったんですが、検査の原理なんです。この染色体がですね、細胞の中に入っている。ところがですね、胎児っていうのは、細胞1個から10ヶ月でもう細胞何十兆って増えてる。ものすごい勢いで細胞増えてるんですね。同時に一部でどん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 細胞死んでるんです。例えば指なんかもこういうふうなどんどん発達して、指と指の間の細胞がどんどん死んでいってこういう形になるんですけども、ですから非常にものすごい数の細胞が死んで、細胞の中のこういう染色体がどん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 血液の中に放出されてるんですね。我々の体って70兆っていうものすごい数の細胞でできてるんですね。その細胞全てにこのワンセットの DNA が染色体が入っている。細胞が死んでいくとどん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 血液の中に染色体が放出されていく。血液の中にはDNA 分解酵素とかあって、どん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 染色体を壊しているんですけども、どん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 死んでいくんですから、ある一定の割合であるんですね。でさらに妊娠している女性の血液を取ると、その中の1割ぐらいは胎児由来のそういう染色体の断片なんですね。どんどん消化されていくんですけども、どん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 また切っていく。大体半減期は17分っていうんですけども、ですからお母さんの血液を取って、その中に含まれているこういう染色体断片を調べると、大体 10% ぐらい体重がない。
その染色体の断片を調べることによってこの検査をやっているんです。次世代シーケンサーというふうにこの染色体の断片を全てそのさっき言った ATGC、ATCG とかっていうのを読んでいくんですね。そうするとこういう染色体の言います、まあ、こういう文字で入ってる 20cc 取るとその中にあのこういう断片が1000万とかってあるんですね。それを網羅的に、まあ、いろんな方法があるんですけども基本的なのは網羅的にこう読んでいく文字をですね。そうするとその染色体の断片が一体さっき言った何万染色体のものかっていうのが分かるわけなんですね。分かるのはどうしてかっていうとそのヒトゲノム計画で全部読んでるからです。で分かったらどうするか、あこれは21番だ、これは10番だ、これは14番由来だっていうふうにこう全部数えていくわけです。それはもうコンピュータースーパーコンピューター使ってですね、実際神経を使って、そうすると当然このあ1番2番3番っていうのはどういうふうにあのつけてるかというと、我々は顕微鏡で見てですね、単に大きい順番につけてるだけですね。染色体がさっきこうありましたよね。一番の染色体って一番大きいから当然それが壊れてくるとその断片って一番多いんですよね、まあ、こういう形で青が母体由来、オレンジが赤ちゃん由来です。ただあのもちろん両親とも配列は同じですから数は含めたあの数っていうかあの断片はこれは一つずつは胎児以外一つずつはお母さん以外で区別はつかないんです。ただ数えてるだけなんですが、ところがさっき言ったように21番の染色体が一つ多いっていうのは21